ダルビッシュ有は、大阪府羽曳野市出身のプロ野球選手。MLB のサンディエゴパドレス所属。愛称は、ダル。YouTuber としても活躍している。NPB 時代に5年連続防御率1点台を、達成。MLB では、アジア人史上2人目の最多勝利と、最多奪三振を獲得している。妻は、元女子レスリング選手の山本聖子。 マネジメント窓口は ABEX。代理人は、ワッサーマンメディアグループ。イランテヘラン出身のダルビッシュセファット・ファルサが、アメリカ留学中に知り合った、日本人女性との間に生まれた。ファルサは、元サッカー選手で、母国イランの、イラン野球連盟顧問に就任しているほか、事業を手広く扱っている。出生時は、イラン、日本の両方の国籍を持つ、 多重国籍者だったが、日本国内の国籍法の規定に基づき22歳の誕生日に日本国籍を選択した。父親が共同経営するジャイレックスがダルビッシュの名称の商標を出願し、登録されている。なお、父の出身国であるイランはシーア派のムスリムが多数を占めるが、ダルビッシュ優自身はムスリムではないことを2010年9月13日に、 自身のツイッターで明かしている。2015年に格闘家の山本聖子との間に男児が誕生。山本とは当初は事実婚であったが、2016年に婚姻届を提出し、正式な夫婦となった。元妻はタレントのシャエ子。元総合格闘家のダルビッシュ賞。元俳優のケンタは弟である。 イラン人の父と日本人の母を両親に持ち、三人兄弟の長男として生まれる。幼少時代、幼稚園に入るまで英語を使っていた。当時6歳となる1993年には、6月9日に行われた巨人対ヤクルト戦にて生まれて初めてとなる野球観戦をしており、この試合で、篠塚和則が伊藤敏人から、 さよなら本塁打を打ち、選手が喜んでいる場面を見たことが後に野球を始めるきっかけとなった。小学2年生で、地元の野球チーム、ハビきのブラックイーグルスで野球を始め、当時はアイスホッケーも行っていたが、後に野球のみに絞る。前ハビきのボーイズでは中学校3年生時に、エースとして、全国大会ベスト8、世界大会3位という成績を収め、 東北高等学校に2002年4月に入学した。同校には2年先輩で、その後ヤクルトに入団した、高い遊平がおり、目標としていた。高校進学にあたっては50校を超える高校から、スカウトされるも、寮生活で親元から離れられること、上下関係が、比較的緩いことを条件に、上宮大使高校、広陵高校、東海大学菅尾高校、 前橋育英高校及び、東北高校の5校に絞った上で、監督の和光正宏の人柄、高い遊兵の存在やチームの雰囲気から東北を選んだ、と自身の YouTube チャンネルで語っている。入学後いわゆる成長通に、苦しみ別メニューを行っていたが、春からベンチ入りし、1年生秋からエースにつき、背番号1をつけた。10月の東北大会で、 優勝、2002年11月15日に行われた、明治神宮野球大会の平安高校戦で、全国デビューし、被安打7、12奪三振で、完封勝利を飾り、球速は、最速時速 147km を計測した。その結果、チームは、ベスト4の成績を残した。3年生時の2004年6月27日の横浜高校戦では、 地震発時速 150km を計測している。甲子園には2年春夏、3年春夏と4度出場。2年春は、開会式後、女性に握手を求められたサイズよく引っ張られ、右とげした筋痛で、全治2週間と診断されるも、3月26日の、静岡県立浜名高等学校戦で、関東勝利を果たす。結果3回戦で、 花咲得意に敗退。2年夏は1回戦で腰を痛めるものの、決勝進出。決勝で、坂勝彦を擁する上層学院に敗れて、準優勝。東北勢初優勝とはならなかった。大会後に野球部キャプテンに就任。首相として臨んだ10月の東北大会は2連覇を果たす。三年春では一回戦で、熊本相手に、大会史上度目。 10年ぶりとなる、ノーヒットノーランを達成する。しかし2回戦を前に今度は右肩を痛め、準々決勝に登板せず敗北。夏の県大会決勝にて、宮城県立フ高等学校20対1で下し、優勝、4期連続で、甲子園出場を果たした。最後の夏の甲子園では1回戦から2試合連続完封。3回戦でも千葉業大夫相手に8回まで、 無失点に抑えるも、今大会通算27イニング目となる9回に、初失点を喫し、その後延長戦の末敗戦。自身が、最後の打者となった。10月末の段階では、プロ野球再編問題に伴い、出身高校所在地の宮城県を、保護地域として、参入手続き中だった、仙台ライブドアフェニックスと東北楽天ゴールデンイーグルス。 出身地と同じ関西所在のオリックスブルーウェーブ、さらに、北海道日本ハムファイターズの、K4 球団が、ダルビッシュの獲得意思を明らかにしており、注目度ナンバーワン、松坂大輔以来の怪物などと評されていた。11月17日に開催された、プロ野球ドラフト会議では日本ハムに単独1位、指名され、12月17日に契約金1億円。 年俸1,500万円、出来高5,000万円で、高卒新人として、史上3人目の最高条件で、仮契約を結ぶ。背番号は11。2004年ドラフト指名選手の中で最後の入団決定だった。2005年、前年12月の自主トレ中に痛めた右膝の関節炎の影響で、1月の新人合同自主トレで、ドクターストップがかかり、 春季キャンプは二軍スタートとなった。ところが2月に発売された写真週刊誌で未成年者にもかかわらずパチンコ店で喫煙していたことが報道された。それに対し球団は同月21日に鎌ヶ谷市の球団寮へ送還、無期限謹慎と謹慎中の社会貢献活動を命じる処分を言い渡した。これを受けて東北高校は 同月22日に本人を無期定額処分とした。このため3月1日の卒業式は定額処分期間中だったため参加できなかった。その後処分が解除された3月8日に他の生徒より1週間遅れで卒業している。その後に軍でリハビリテーションを続け、5月5日にイースタンリーグで中継ぎとして初登板しその後、完封勝利も記録。 6月に一軍昇格し、同15日の対広島東洋カープ戦で一、軍初登板初先発を果たす。同試合では8回まで無失点に抑えており、1987年の近藤新一以来となる、高卒新人一軍初登板初先発で、初勝利、初完封という快挙も期待された。その後9回表に、荒井隆弘と、 野村健次郎の2者連続本塁打を打たれて、完封は逃したが、プロ初勝利を挙げた。2度目の投板となった6月27日の西武戦では、松坂大輔と投げ合い、序盤は請球に苦しんだものの7回に失点と、高騰し、打線の援護も受けて、勝利投手となった。それ以降先発ローテーションに定着し、14試合に投板して、 完封勝利を含む5勝を挙げた。9月18日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では2安打2支球でプロ初完封を記録した。なお、この年の喫煙騒動についてはメジャー遺跡報告を兼ねた2012年1月の会見で再度謝罪している。またその会見の中で初登板、初勝利のヒーローインタビューの際に温かく、 迎えてくれたことがその後の頑張りにつながったと語っている。契約公開では1500万円増となる推定年俸3000万円で一発サインした。2006年2月に右肩を痛めたことで出遅れたが、プロ入り初の開幕ローテーション入りを果たした。前述ので遅れの影響で4月までは防御率5.16、ホイップ1.45と不審であったが、 5月30日以降は自身公式戦10連勝を記録。さらに、6月6日の阪神タイガース戦で、プロ入り初の2桁立つ三振を記録。そのままシーズン終了まで一度も敗戦投手になることはなく、最終的に25試合に登板して、規定投球回に到達し、防御率2.89、12勝5敗の成績を、 記録した。7月7日の埼玉西部ライオンズ戦では、先発を任されたが、ビジター用のユニフォームを、札幌ドームのロッカーに置き忘れ、八木智也のユニフォームを借りて登板し、7回1、失点の高頭でチームを勝利に導いた。この日の日本ハムは、前身の東映フライヤーズが1961年9月に、 達成して、以来のチーム11連勝がかかった試合だった。ちなみにその時本人は、これで負けたら、最悪ですとコメントしている。この年の終盤あたりから、相性の良さから鶴岡深夜とバッテリーを組むことが多くなり、2007年も中盤以降からは、ダルビッシュ登板島保守はほぼ鶴岡で固定されていた。プレーオフでは、 セカンドステージ第一戦に先発し、11奪三振、1失点完投で勝利。中日ドラゴンズとの日本シリーズでは初戦を任されるも6回、3失点で敗戦投手となる。3勝1敗で迎えた第5戦に中4日で、再び先発し、7回1、3を1失点で勝ち投手となり、チームは44年ぶり2度目の優勝を果たした。この活躍により、 日本シリーズ優秀選手賞を受賞した。アジアシリーズでは、台湾代表のラニューベアーズとの決勝戦に先発。7回10奪三振無失点の高頭で勝ち投手となり、シリーズ MVP を受賞。44年ぶり2度目の日本一、アジアシリーズ制覇に貢献した。契約公開では4200万円増となる、推定年俸7200万円プラス出来高払いで、 サインした。日本ハム時代2007年、初の開幕投手を務めた。7月20日にオールスターゲームに初出場、初先発を果たした。8月9日、札幌ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発して、4から2で勝ち投手となったダルビッシュは、狙っていたという試合後のヒーローインタビューで、さえことのできちゃった結婚を報告した。 シーズン成績は15勝5敗、防御率1.82、ホイップ0.83、被打率174、関東数は12球団トップの12であった。シーズン終盤には、ナルセ・ヨシヒサと防御率争いを繰り広げ、0.003点差で、最優秀防御率は逃したが、今中新時以来14年ぶりに全7項目の先行基準を満たして、 沢村賞に選出されたほか、最多脱三振、ゴールデングラブ賞、ベストナインのタイトルを獲得。チームのリーグ連覇に大きく貢献し、パリーグシーズン MVP に選出。21歳での MVP は、沢村栄治、稲尾和久の20歳に次ぐ、年賞記録となった。北京オリンピック野球日本代表監督の星野、千一からは、代表のエースにも指名された。 クライマックスシリーズセカンドステージでは、第一戦に先発登板し、9回に失点で、勝ち投手となる。2勝2敗で迎えた第5戦、クライマックスシリーズ最終戦でも、ナルセ相手に勝利し、日本シリーズ進出を果たした。2勝を挙げて、日本シリーズ進出の原動力となったダルビッシュは、クライマックスシリーズ第2ステージ MVP 賞を受賞した。 二年連続で中日と対決した日本シリーズでは第一戦で先発し1失点13奪三振で関東川上健進との投げ合いを制し勝利投手となった一勝3敗で迎えた第五戦で再び先発し7回を1失点11奪三振で抑えるものの味方打線が山井大輔岩瀬一則のリレーの前に一人の走者も出すことができず 敗戦投手となり、中日の日本一を許したが、この高騰が評価されシリーズ関東選手賞を受賞した。契約公開では1億2800万円増となる、推定年俸2億円プラス出来高払いで一発サインした。プロ4年目の2億円到達は5年目で、到達の和田武志らを抜いて最速であり、史上最年少の2億円プレイヤーとなった。 月刊女性ファッション誌、グラマラス同年8月号では初めてヌード写真を披露し、ついで女性誌、アンアン8月号でも紙とグラビアに登場し、フルヌード写真を披露している。2008年3月20日、2年連続で開幕投手を務め、ロッテを相手に1から0での完封勝利を挙げる。1奪三振を奪い、 開幕戦を1から0で完封した上に、2桁脱三振を奪ったのは、史上初の快挙となった。前年以上のペースで白星を積み重ね、シーズン前半から、勝利数、防御率で、楽天の岩熊久志と、タイトル争いを繰り広げた。シーズン唯一の直接の投げ合いとなった4月10日には、両者ともに5回まで、ノーヒットピッチングで、 岩熊が100球で被安だ3の1失点完投、ダルビッシュが95球で被安だ3の完封という、投手戦の末に勝利を収めている。7月17日、東京ドームで行われた、大楽天戦では89球1脱奪三振無四球、完投で11勝目を挙げた。しかし、前半戦最後の当番となった7月24日の、 対ロッテ戦では165球の関東も満塁本塁打を打たれるなど5失点を喫して負け投手となった。シーズン途中の8月に開催された北京オリンピックの野球日本代表に選出された。予選リーグでは初戦となるキ場戦に先発登板し4回0、3を投げて4失点で敗戦投手になる。試合後は長髪をバッサリと切って 丸刈りにして球場に現れた。俺もやるからお前もやれと半ば強要されて、田中正宏も丸刈りにし、田中は僕は道連れにされましたとコメントしている。ダルビッシュの頭をバリカンで買ったのは川崎宗則であり、この翌日には二人に続いて川崎や安倍晋之助も丸刈りとなって球場に現れた。北京オリンピックでは計三試合に登板指令賞一本。 敗、防御率5.14と結果を出せなかった。チームに復帰後は5試合に先発して2関東を含む5勝。0敗、防御率1.29、ホイップ0.66という投球を見せ、ロッテとの激しい3位争いを制する、原動力になった。クライマックスシリーズでは2試合に登板し、1失点14奪三振関東と3、アンダーカンプで2勝。 防御率0.50を記録した。この年は、主要タイトルこそ獲得できなかったものの、防御率、勝利数、脱三振のすべてで、リーグ2位、五輪での離脱期間があったにもかかわらず、投球回と、脱三振は2年連続で200を超え、防御率は2年連続の1点台、ホイップも同じく1.00以下を記録した。沢村賞の選考基準も2年連続で、 全項目達成したが、21勝という数字を評価された岩熊の単独選出となり、2年連続での選出はならなかった。基準を全員項目達成して、沢村賞を獲得できなかったのは、基準ができた1982年の江川優以来二人目となった。勝ち星、勝率、防御率、投球回数、登板数は岩熊が上だったが、 脱三振、関東は、ダルビッシュの方が上だった。クライマックスシリーズでは、ファーストステージ第一戦に先発し、9回14、脱三振1失点で関東勝ちした。この大一番で、レギュラーシーズン後半は控えていた、フォークボール、ツーシームを解禁し、速球は、最速時速153キロメートルを計測。また、この試合で奪った14脱三振は、 日本シリーズを含むポストシーズン史上最多となった。負ければ、西部に、大手がかかる、クライマックスシリーズセカンドステージ第2戦に先発。右打者が多い西部打線の内角をえぐるツーシームを、大投げし、この年打撃が強力だったライオンズ打線を3、アンダカンプーした。ンダさんは、ポストシーズン史上最小を記録した。12月1日、契約公開に臨み、 7000万円増となる、推定年俸2億7000万円プラス出来高払いで一発サインした。プロ5年目としては、9回史上最高額となった。19日には、サエコとハワイホノルル市内の教会で挙式を行った。挙式には、父、ファルサ、同年3月に誕生した長男ら家族のほか藤井周吾川崎宗則西尾勝義、青木ノリに、 V 旅行中の西部、枠井秀明、中島博之らが参列して祝福した。2009年は、シーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では、松坂大輔岩熊と共に、先発三本柱として、代表監督の原辰則から指名される。 3月5日、日本代表の初戦である、中国戦に先発投手として出場し、4回を無安打無失点に抑え勝利投手となる。また、3月18日の対韓国戦でも、先発投手として出場するも、この試合では初回に失策も絡み3失点を喫し、5回、7奪三振3失点で敗戦投手となる。3月23日の準決勝。 3月24日の決勝では先発を松坂、岩熊が務め、ダルビッシュはいずれの試合も抑え投手として出場し、決勝では勝利投手となった。この試合では急速100マイルパーアワーを掲示し、現地の放送では108マイルパーアワーも掲示されたが、こちらは球場内の電光掲示板では表示されず5計測と見られた。 大会通算で13回を投げ、2勝1敗、防御率2.08、大会最多の20奪三振、ホイップ1.00の記録を残し、マニーラミレスや、ケングリフィージュニアらといった MLB の強打者からの賞賛も受けた。シーズンでは3年連続開幕投手として岩熊と投げ合ったが、初回にいきなり3点を献上し、9回3失点で、 自身初の開幕敗戦投手となるとともに、岩熊との対戦で初の黒星を喫した。4月24日のオリックス戦では苦手と言われ、続けた屋外球場でプロ初完封。その後の試合でも安定したピッチングを続け、5月は4勝、0敗、防御率0.90、ホイップ0.90の活躍で、パリーグ投手部門月間 MVP を受賞した。 交流戦では12球団で、投手3部門で1位で、日本生命賞を受賞。7月15日、ソフトバンク戦の関東勝利後ヒーローインタビューでは、第二子を授かったことを公表した。その後も好成績を持続し、7月22日、前半戦最終登板の対ロッテ戦を9回に、案内1失点で勝ち投手となり、自身通算60勝目とした。 通算107試合目での60勝到達は2、リーグ制後、高卒の選手としては、松坂の111試合をしのぐ最速記録であった。シーズン前半戦を12勝3敗、防御率1.31、ホイップ0.83、122奪三振の高成績で折り返し、この年のオールスターゲームでもファン投票、選手間投票ともに1位選出となる。 7月24日のオールスター第一戦に中1日で先発登板したが、アレックス・ラミレスの投手教習だが右肩を直撃してしまい、1回を投げ終えて緊急降板した。以降は防御率2.80、ホイップ1.09と調子を崩し、8月21日の対ソフトバンク戦では、自己ワーストの6失点で黒星を喫した。 打球が肩に当たってから、試合後半に球威が落ち、失点する場面が目立ち、内出血が引いた後も肉離れのような、硬さがあり、肩の張りが出やすい状態であったため、翌日の8月22日に、右肩の違和感を訴えた2006年6月以来に、なる故障による登録抹消となった。9月13日に一時復帰し、 対ロッテ戦に先発して8回1失点で15勝目を挙げるも、本来の休息は影を潜め、その次の9月20日の対オリックス戦では7死球の乱調で5回2失点で降板となり、その後右肩と腰の違和感により再び登録を抹消され、その後は登板機会もなくシーズンを終えた。チームはリーグ優勝を果たし、 クライマックスシリーズセカンドステージに進出して勝利を収めるが、故障は完全回復せず自身の登板はなかった。しかし、日本シリーズでは依然不調ながらも、11月1日、第2戦に先発し、巨人を相手に普段は大投げしない時速 100km 台前半のスローカーブを有効に使い、6回を7奪三振に失点で切り抜け、 4から2で勝利を挙げた。怪我の箇所に負担がかからぬよう、歩幅を狭めて、キャッチボールのような投球フォームであったが最速時速149キロメートルを記録し、お立ち台では、一世一代の投球ができたと思います、と語った。シリーズ終了後、3年間オフも休まなかったこともあり、病院の精密検査で右手人差し指を疲労骨折していたことが判明した。 痛みは当番した11月1日以前の10月28日からあったが、誰にも告げず、マウンドに上がり、右手人差し指の疲労骨折と左腰、左伝部痛の中で巨人打線を抑えて勝利投手となった。後半戦の戦線離脱があったが、現役の先発投手で唯一となる3年、連続ホイップ1.00以下を記録。 最優秀防御率と最高勝率を獲得し、ベストナインと MVP を受賞した。プロ入り5年以内で2度目の MVP 受賞は、稲尾和久、一郎に次ぐ3人目の記録である。契約公開では6000万円増となる3億3000万円プラス出来高払いで、サインした。1997年オフに24歳で3億円を超えた一郎を抜く。 史上最速最年少での3億円プレイヤーとなった。同年7月15日には自ら培ってきた技術を日本球界に還元したいとの思いからベースボールマガジン社から10種類の球種の握り方と投げ方を写真付きで自ら解説したダルビッシュ有の変化球バイブルを出版した。同年山崎正義。 牧原のりら男性アーティストの泣ける歌を集めたコンピレーションアルバム男泣きのジャケット写真に起用された。2010年3月20日に4年連続4度目の開幕投手を務めソフトバンク戦に先発。147球13月三振で史上5人目の4期連続開幕戦関東を果たすも5失点で敗戦投手となる。この日はロッテ。 なるせよしひさ、楽天、岩隈久志も、関東負けを喫しており、開幕戦3投手の関東負けは1951年に、ついで、リーグ2度目。3戦目にしてようやく初勝利を挙げると、4月17日の、対西部戦まで、開幕から5試合連続で2桁脱三振という、日本プロ野球新記録を樹立した。 4月24日の大楽天戦から5月21日の対横浜ベイスターズ戦まで31イニング連続無失点を記録し、これまでの自己最長の25イニング連続無失点記録を更新。5月はホイップ1.23ながら要所を抑えて防御率0.90と高騰したが、打線の援護に恵まれず1勝2敗と負け越した。 右膝の違和感により6月5日の先発を回避するが、6月12日の対中日戦では7回、無失点の高騰で5月1日以来の白星を挙げた。7月3日の対楽天戦ではこれまでの自身の国内最速時速 154km を、更新する時速 155km を記録。続く7月17日の同楽天戦では、 時速 156km を記録し、さらに自己記録を塗り替えるが、7回3失点で負け投手となり、6月12日からの自身の連勝は5で止まった。シーズン前半戦は9勝5敗、防御率1.56、ホイップ1.04、143奪三振を記録。4年連続4度目のオールスターに選出され、7月23日の 1> 第1戦に2番手で登板。ワンシーム高速チェンジアップに続く新球を披露するなど、2回を1失点に抑えた。シーズン後半戦は69回を投げ、3勝3敗、防御率2.22、ホイップ0.95、79奪三振を記録した。自己ワーストとなる8敗を喫したほか、4年連続のホイップ1.00以下を逃したが、 2008年以来となる投球回数200イニングを達成。222奪三振で最多奪三振を獲得し、1959年の稲尾和久以来となる4年連続の防御率1点台を達成し2年連続の最優秀防御率も獲得。同じイニング数を 平均的な投手が投げる場合に比べてどれだけ失点を防いだかを表すルッツァでも1959年の稲尾以来プロ野球史上二人目となる4年連続40点以上を達成。オフにはアリゾナダイヤモンドバックスが獲得資金として8000万ドルを用意するなどポスティングシステムでのメジャー挑戦が取り沙汰されたが10月19日に自身の公式ブログで 日本ハム残留を宣言した。契約公開では、前年までの総額8億円プラス出来高払いの3年契約から、出来高なしの単年契約を結び、現役日本人選手では、9回最高年俸となる5億円でサインした。24歳での5億円到達は、1998年に、当時オリックスブルーウェーブに在籍した、一郎の25歳を抜いて、 史上最速最年少での到達となり、先発投手で5億円を突破したのも、史上初となった。2011年4月12日に、球団史上最長となる5年連続開幕投手を務めたが、自己ワーストの7失点を記録。4月26日の対ソフトバンク戦で、史上129人目となる、通算選抜三振を達成した。 6月15日の阪神戦で3回裏にし塁の場面で打者の荒井高弘に投じた3球目が高く浮いて冒頭となりこの間に三塁走者のマットマートンが本塁に生還しこの失点で5月10日楽天戦から続く連続無失点記録がプロ野球歴代11位の46回に3で止まりパリーグ新記録の4試合連続完封も逃した 交流戦では43回一時席点で防御率歴代1位の0.21を記録。6月30日のロッテ戦で今世紀最速となる56試合目での10勝目を挙げた。シーズン前半戦は13勝2敗、防御率1.44、140奪三振を記録。ファン投票、選手間投票ともに1位で5年連続5度目の オールスターゲームに選出された。シーズン後半戦は5勝4敗、防御率1.43、136奪三振を記録。最終的には、自己最高の232イニングを投げ、自己最高の防御率1.44、自己最多の18勝、ホイップは、先発投手の中で最小の0.83、1993年に、 野茂秀夫が記録して、以来のシーズン250奪三振、日本プロ野球史上初の5年連続防御率1点台を記録し、ルッツァでも史上初となる5年連続40点以上を達成。また6年連続で2桁勝利を挙げたが、6年連続2桁勝利の記録は、現役の投手では、西部の西口文也の7年連続以来の記録となる。 クライマックスシリーズファーストステージでは、西部と対戦。初戦に先発し、7回1失点の高騰を見せて、後を、リリーフ陣に託したが、9回に、抑えの武田久志が同点打を打たれてしまい、勝利投手を逃してしまった。結果的に延長10回に勝ち越され敗戦。次の試合でも敗れ CS 敗退となり、CS 第一戦の先発が、 日本最後の登板となってしまった。この年は2008年以来3年ぶりに自身の記録を更新する3度目の沢村小選考基準全項目達成をしたが実際に受賞したのは同じく基準を全項目を達成した田中正宏であった。勝ち星、勝率、防御率、関東数は田中が上、脱三振、登板数。 投球回数はダルビッシュが上だった。オフにはポスティングシステムの講師を申請したことを自身のブログで表明。12月20日にテキサスレンジャーズがポスティングにおいてドルベースで松坂大輔を上回る史上最高額の5170万3411ドルで交渉権を得たことが発表された。レンジャーズ時代2012年1月18日に レンジャーズと6年1 6 0 0万ドルでき高400万ドルの総額6000万ドルで契約合意したことを発表し、背番号は日本ハム時代と同じ11に決まった。同日に妻者 A 子との離婚も発表。ダルビッシュは以前メジャーに行くなら野球を辞めると公言していたが、24日の日本ハム対談会見の席で僕は 相手打者に強い気持ちで向かっていくのが好き。その相手に試合前から、打てないよとか、投げないで、とか言われ、フェアな対戦をしていないんじゃないかと思った。純粋に、すごい勝負がしたかったと、MLB 席に至った心境の変化を語った。4月9日のシアトルマリナーズ戦でメジャー初先発。初回に4に失点を喫するなど、5回に、3を8安打、5失点。 五奪三振、五死四,四球の内容だったが、打線の援護に恵まれ、メジャー初勝利を挙げる。初回四失点以上でのメジャー初登板初勝利は1910年に、セントルイスカージナルスのビルスティールが達成して、以来102年ぶりの記録だった。24日のニューヨークヤンキース戦では、黒田博樹と投げ合い、8回1、三を7安打、無失点、十奪三振、二死球で、 最速97マイルパーアワーも記録する投球で3勝目を挙げる。4月は5試合の登板で4勝0敗、防御率2.18、ホイップ1.42の成績で、リーグ月間最優秀新人を受賞。5月27日のトロントブルージェイズ戦では、腰の針で5回を投げて降板するも、NPB、MLB 通算100勝目を挙げる。 前半戦は16試合の先発で10勝5敗、防御率3.59、ホイップ1.36の成績を残し、最終投票でオールスターゲームに選出される。最終投票の直前にはツイッターでの投票が可能になり、チームメイトと共に自身のツイッターで投票を呼びかけた。オールスターゲーム前日の会見では、すごい選手ばかりなので変な感じがする。 どういう形であれ、ここにいるということは、成長したなと思うとコメント。オールスターゲーム当日の登板はなかったが、デビッド・プライスや、ジョー・マウアラと会話し、僕にとって、初めてのオールスターで何人かの選手と、いろいろな話ができて楽しかったとコメントした。後半戦は、最初の6試合で4視休率6.15を記録する、請球難に陥り、8月2日の、 ロサンゼルス・エンゼルス戦では、プロ入り後のキャリアワーストとなる1イニング6失点を、喫するが、GM 補佐のグレッグ・マダックスから指導を受けたり、デビッド・プライスの投球フォームを参考にするなどして、投球フォームを改良。以降の7試合では予し球率1.77と、請球が安定し、9月8日のタンパベイレーズ戦では、脱三振の球団新人記録を更新。 14日のマリナーズ戦では、岩隈久志と投げ合い、7回に安打1失点の、高等で15勝目を挙げ、200奪三振に到達。20日のエンゼルス戦では8回4安打1失点の、高等で新人の日本人選手史上最多となる16勝目を挙げる。シーズン2算では、リーグ6位の16勝と、同5位の221奪三振を記録するが、チームは、 レギュラーシーズン最終戦で地区優勝を逃す。ポストシーズンでは、ボルチモアオリオールズとのワイルドカードゲームに先発し、6回、1、3を5安打3失点の投球を見せるも、チームは敗退して、自身も敗戦投手となり、ディビジョンシリーズ進出を逃した。新人王投票では3位に入る。2013年は、開幕2戦目となる4月2日の、 ヒューストンアストロズ戦でシーズン初先発。9回西まで、無安インダ無四球、自己最多の14奪三振、最速97マイルパーアワーを記録する回答を見せるが、27人目の打者マーウィン・ゴンザレスに111球目となる初球を中前安打され、完全試合を逃し降板。マイケル・カークマンが後続を抑えシーズン1勝目を挙げる。 9回西から完全試合を逃したのは、史上11人目だった。19日のマリナーズ戦では、NPB、MLB 通算1500脱三振を達成。5月5日のボストン・レッドソックス戦では、アメリカンリーグでは2000年のペドロ・マルティネスと、マイク・ムシーナ以来となるシーズン2度目の14、脱三振を記録。11日のアストロズ戦では、 ドワイト・グッデンに次ぐメジャー史上2番目の速さとなる37試合目での通算300奪三振に到達。5月27日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では自己最多タイの14奪三振を記録し、日本人選手初の両リーグ最速でのシーズン100奪三振に到達。前半戦を18試合の先発で8勝4敗、防御率3.02。 ホイップ1.05、リーグ1位の157奪三振の成績で折り返し、選手間投票で2年連続のオールスターゲームに選出される。右相棒筋の針で7月10日に d l 入りしたため、2年連続でオールスターゲーム当日の登板はなかったが、当日はジャスティン・バーランダーらと英語で会話するなどして、素晴らしい選手たちに囲まれながら楽しむことができました。 またぜひ戻ってきたいですと語った。MLB 通算50登板が目となった8月1日のダイヤモンドバックス戦では7回を5安打無失点、自己最多タイの14奪三振の投球で10勝目を挙げ、シーズン4度の14奪三振は、球団新記録となり、3度目の無支球での14。 脱三振以上は1997年のロジャー・クレメンスと2001年のランディ・ジョンソン以来となった。12日のアストロズ戦では8回1死までノーヒットノーラインの高騰で自己最多の15脱三振を奪いシーズン200脱三振に到達。30日のミネソタツウィンズ戦で9団新記録となる月間64脱三振を記録。 9月4日のオークランドアスレチックス戦では、日本人、シーズン最多記録となる240脱三振に、到達するが、シーズン自己ワーストの5失点で7敗目を喫する。24日のアストロズ戦で、MLB 移籍後発の200イニングに到達。後半戦は14試合の先発で、防御率2.59、ホイップ1.11を記録するが、1989年の、 オーレル・ハーシュ・ハイザー以来となる4度の0から1での黒星を喫するなどもあり、勝敗数は5勝5敗に終わる。シーズン通算では13勝9敗、リーグ4位の防御率2.83、同4位のホイップ1.07、両リーグ最多の277奪三振を記録し、野茂秀夫に次日本人史上2人目の最多奪三振を獲得。 このシーズンの脱参審率11.89は、メジャー歴代9位となった。チームは、レイズとのワイルドカードゲーム残り1枠を争う、ワンゲームプレイオフに敗れ、ポストシーズン進出を逃す。サイヤング賞投票では、マックス・シャーザーに次いで、日本人史上最高位となる2位に入る。2014年3月30日に、首のりで15日間の故障者リスト入りし、 開幕を迎える。4月6日にリストから外れ、5月9日のレッドソックス戦では7回に死まで完全試合としたもののデビッド・オルティーズの打席で初出塁を許す。その後も9回に死まで無アンダム得点を続け、ノーヒッター達成まであと一人の場面で再びオルティーズが二遊間を抜く打球を打ち初アンダーを許す。試合は3対0で レンジャースが勝利したが、このオルティーズの安打で降板し、MLB 史上3人目となる9回日から、ノーヒッターを2度以上逃した投手となった。6月11日のマイアミマーリンズ戦では6安打、無失点の投球で MLB 初完封勝利を挙げた。前半戦を17試合の先発で8勝5敗、防御率2.97、ホイップ1.21の成績で折り返し、 選手間投票で3年連続のオールスターゲームに選出。オールスターゲーム当日は3回に初登板を果たし1回を無安打無失点に抑えた。7月28日のヤンキース戦で日本人選手では野茂秀夫以来となるデビューから3年連続2桁勝利を達成。また、日本ハム時代の2006年から NPB。 MLB 通じて9年連続で2桁勝利を挙げたことになる。しかし8月13日に右肘の炎症で15日の故障者リスト入り。その後リハビリを続けていたが、MLB 歴代最多のシーズン出場選手記録を更新するほど故障者が続出するなどの低迷でリーグ再開となったチーム状況もあり、9月6日に GM のジョンダニエルズが、 シーズン残り試合で登板しないことを発表した。オフには山本聖子と交際中であることを自身のツイッターにて公表。2015年はスプリングトレーニングの初登板で右上腕三頭筋の針を訴え12球で降板する。翌日の3月6日に受けた MRI 検査で右肘内側側腹副じ帯の損傷が判明。 トミー・ジョン手術を受けることを13日に発表し、17日にジェームズ・リュースの失投で手術を受けた。7月30日に山本聖子との間に男児が誕生したことを自身のツイッターで発表。2016年5月28日のパイレーツ戦で、2014年8月9日以来となる MLB 復帰当番を果たす。8月24日のレッズ戦では、 NPB、NP MLB 通じての初本塁打を記録した。プレイオフでは10月7日の地区シリーズの第2戦に先発したが、5回5失点で敗戦投手となった。レギュラーシーズンでは17試合に先発登板。7勝5敗、防御率3.41を記録した。2017年5月13日のフィリーズ戦で、MLB 通算50勝目を記録。 6月24日のヤンキース戦では10、脱三振を記録し、日本人投手最多体となる、通算31度目の2桁脱三振を記録した。ロサンゼルスドジャース時代2017年7月31日、マイナーリーグ所属選手3名との交換トレードで、ロサンゼルスドジャースに移籍した。背番号は21。8月4日のメッツ戦で移籍後初先発登板を、 果たし、勝利投手となったが、ドジャースでの初登板で10奪三振を記録したのは、2002年の石井和久以来のことだった。9月8日のロッキーズ戦で、MLB 史上最速となる128試合目、812、投球回で、通算1脱奪三振を達成した。ドジャース加入後は9試合に登板、4勝3敗、防御率3.44。 レンジャーズとの2球団合算では31試合に、先発登板、10勝12敗、防御率3.86の成績で、自身3年ぶりの2桁勝利。チームは5年連続のナリーグに四区優勝を果たし、ポストシーズンでは、アリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズ第3戦、シカゴカブスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦に、それぞれ先発。 ダイヤモンドバックス戦では5回0、3を2安打1失点、7奪三振の投球で、自身のポストシーズン初勝利を挙げると、続くカブス戦でも6回1、3を6安打1失点に抑え勝利投手となった。チームは1988年以来29年ぶりのリーグ優勝、ワールドシリーズへの進出を果たし、ヒューストンアストロズとのワールドシリーズでは、 敵地ミニッツメイドパークでの第3戦と本拠地ドジャースタジアムでの第7戦にそれぞれ先発したものの第3戦では1回に3を6アンダ4失点第7戦では1回に3を3アンダ5失点でそれぞれ敗戦投手となり先発としての役割を果たすことはできなかった同一年度のワールドシリーズで先発投手が2イニング未満で2回降板したのは 1960年のアート・ディトマーに次ぐ史上二人目の記録だった。また、防御率21.60は3イニング以上、登板した投手の中でワースト2位。チームは3勝4敗でワールドシリーズ敗退に終わった。11月2日に FA となった。シカゴカブス時代2018年2月13日に、シカゴカブスと6年1億2600万ドルで、 契約を結んだ。背番号は11。しかし、8試合に登板し、1勝3敗防御率4.95の成績を残した後に右肘を故障。復帰に強い意志を見せていたものの過量に、最低6週間を要すると診断され、2018年シーズン中の登板はなくなった。2019年4月15日、マーリンズパークで行われた、 マイアミ・マーリンズ戦で序盤に失点したものの、5回に、3、1本塁打を含む4安打に失点、8三振後四球で同年初勝利を挙げた。ダルビッシュが白星を挙げたのは2018年5月21日以来、330日ぶりであった。前半戦は18試合登板で、防御率5.01と不振。97回で111三振を奪った一方、 49支給6支給と、請球難に苦しんだ。しかし後半戦、低迷していた成績は、同僚のクレイグ・キンブレルから伝授された、新球種のナックルカーブを武器に、劇的な成長を見せ、13試合登板で、防御率2.76と復活。81回に3を投げて、驚異の118奪三振数を記録し、7支給5支給と吉支給は激減。 8月27日の対ニューヨークメッツ戦で6回に、JD デイビスからこの日4個目の三振を奪い、MPB、MLB 通算2500奪三振を達成。日本人投手の通算2500奪三振は、史上11人目。NPB、MLB 通算では、野茂秀夫、石井和久に次ぐ3人目となった。また、この試合で、MLB100 年間で、 史上3人目となる月間42奪三振1、死球を達成した。142者連続無死球は同年、MLB 最長で、通算奪三振率は11.01となり、これは、レッドソックスのクリスセールに次ぐ、歴代2位である。9月17日のタイレズ戦で、7回6安ンダ4、失点13奪三振の高騰を見せながら、敗戦を喫したが、 この試合で8者連続奪三振を記録。カブスでは、ケリーウッドが1998年5月6日のアストロズ戦で記録した7者連続を上回る、球団新記録。日本人投手では1998、2001年の野茂秀夫と同年の前田健太が記録した7者連続を上回る、新記録。また、同月12日のパドレス戦で14奪三振を、 記録しており、日本人投手の2試合連続13個以上は1995年、野茂秀夫が13個ずつを記録して、以来24年ぶりに止め、連続2試合で27奪三振はカブスでは最多となった。前半戦は本拠地でブーイングを浴びることもあったが、後半戦はユーイングが響き渡るようになり、結果でファンの反応を変えてみせた。 31試合登板で6勝8敗、防御率3.98、178回1、3を投げて229奪三振、56、至球という成績でシーズンを終えた。オフから以前より解説していた YouTube チャンネルを活発に更新し始め、9回に物申す動画内容は日本のメディアでもしばしば取り上げられている。2020年は、 コビット1 9の影響で開幕が遅れ60試合制で始まり2年連続で開幕2番手に選ばれたものの4回3失点で黒星スタートを喫するが前年後半戦での覚醒をそのままに前半戦では初戦後の6試合で6戦連続クオリティスタートで自身初の6連勝日本人投手の勝敗なしを挟まない連続登板勝利は 野茂英雄と、石井和久の6連勝と並びたい記録。また、5試合以上を、すべて1失点以下で記録したのは、日本人投手では、初となった。防御率は、リーグ2位の1.47と圧巻の投球で、脱三振数をよ死球数で割った。K、BB では、リーグ3位の6.50。投球回数も43.0回で3位対。米全国史。 USA Today の MLB 前半戦のオールスターズ特集でナリーグのベストナインに選出された。また、8月のピッチャーオブザマンスに選ばれた。後半戦初戦で日本人投手として初の7戦7連勝を記録。前述ののも石を抜き単独最多記録となった。また、7007 7勝を勝つ前頭板で1失点以下は、 球団では1906年のエドロイルバック以来114年ぶり。MLB では2014年のクレートンカーショー以来。投球回6イニング以上かつ1失点以下を、開幕から40試合以内で7度以上を達成は、ナリーグでは1985年のマリオソト以来35年ぶり。 球団では1919 19年のヒッポボーン以来101年ぶりの快挙となった。その後はやや調子を落としたが、最終当番を7回無失点で締め、リーグ単独トップとなる8勝目を記録。これにより日本人初となる最高勝ちのタイトルを獲得した。最終成績は12先発で76回を投げ、8勝3敗、防御率2.01。 93奪三振、ホイップ0.961という好成績を残した。オフには、サイアング賞投票で2位にランクインした。10月16日に、日米間の友好親善と、対日理解の促進や、様々な事前活動を通じた、社会貢献、MLB で、日本人初の最多値に輝いたことなどを評価され、在死過後日本国総領事館で、夕食会が催され、 岡田健一から表彰された。12月9日にオール MLB チームのファーストチーム先発投手の一人として初選出された。ファーストチームに日本人選手が選出されるのは初めてのことだった。2020年12月29日にザック、デイビーズ、レジナルド・プレシャード、イエーソン・サンタナ、オーエン・ケーシー、イスマエル・メナとのトレードで、 ビクター・カラティーニと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2021年4月1日のダイヤモンドバックスとの開幕戦で移籍1年目ながら開幕投手を務めた。6月21日、本拠地サンディエゴでのドジャース戦にて先発。6回に先頭のスティーブン・スーザ・ジュニアに カッターでこの日11個目の三振を奪い、MLB 通算1500奪三振を達成した。MLB 通算197試合での到達は、ランディ・ジョンソンの206試合、1220回1、3は、スティーブン・ストラスバーグの1272回1、3を上回る、MLB 史上最速での記録達成となった。7月4日に、選手間投票で、通算5度目となる。 オールスターゲームに選出されたが、辞退している。8月13日の登板で腰の張りを訴え降板し、8月15日に10日間の故障者リスト入りとなった。シーズン全体では防御率がキャリアワーストとなる4.22を記録したほか、7連敗、10登板連続勝ち星なしなど不本意な結果となった。スリークォーターから、 平均球速94.5マイルパーアワー、レギュラーシーズンでの最速99マイルパーアワーの伸びのある速球と数種類のスライダー、カットボール、球速の違う、数種類のカーブ、数種類のフォークボール、稀にチェンジアップなど多彩な変化球を投げ分ける。速球の平均球速は2010年には時速146キロメートルだったが、同年オフに取り組んだ。 肉体改造により、翌2011年には、平均球速を時速 149km まで増加させ、9回でも、平均球速時速 148km を、下回らなくなった。MLB 移籍後も、肉体改造を続け球速を増加させたほか、カブス時代には、ジャスティン・バーランダーを参考に回転効率の、向上にも着手し、球速及び球質を向上させた。 MLB 席後の速球の平均球速についても、最も遅かった年で2014年の時速 148.6km であり、同年以外のシーズンではすべて時速 149km 以上を記録し、2016年以降のシーズンはすべて時速 150km 以上を記録している。2020年シーズンは、 MLB 先発投手のストレートの空振り率ランキングにおいてルイス・カスティーを5%以上上回って第1位の数値となる42.3%を記録した。NPB 時代には全ての球種が平均的な NPB の投手を上回る質を持つことが示されていた。中でもスライダーは MLB 席後にはジョン・スモルツ以来最高の白物と評され、 MLB の打者からは、速いスライダーは、視界から消えてしまうんだ。ボールの縫い目すらよく見えないくらいだ。緩い肩のスライダーはあれだけ遅いとスラーブのように変化しそうなもんだが、そうじゃない。フリスビーみたいじゃなくて、右打者から遠ざかるように曲がり落ちていくんだと、言われている。MLB 全球団の監督を対象にした2014年の部門別ベスト選手アンケートでは、 アメリカンリーグのスライダー部門1位に入っている。2019年からはカットボールの投球割合を速球以上に増やしており、投球割合は同年が34.2%、2020年は40.2%を記録した。種類としては90マイルパーアワー台前半の速いカッターと80マイルパーアワー台後半の曲がりの大きいカッターを投げ分けている。 バッテリーを組んだビクター・カラティーには、ダルビッシュの決め球としてこのカッターを挙げている。カットボールを中心に投球することで良し球率を大幅に減少させており、2012年シーズンの良し球率は年間を通しての数値が4.19、ワーストは4月の5.19であったが、カットボール中心の投球に切り替えた9.10月は1.72に減少させ、 2020年はメジャー移籍後最高の数値となる1.66を記録した。数種類投げ分けるカーブもメディアで多く取り上げられており、中でもスローカーブは60マイルパーアワーを下回ることもある血玉として取り上げられたほか、パワーカーブは最大41センチの落差を誇ることが取り上げられた。カブス時代に投げ始めたナックルカーブはクレイグ・キンブレルから 握りと投球アプローチを教わった。過去には、ナックルボールや、シンカーも投げたが、2007年以降公式戦では、投げていない。ルーキーイヤーの2005年はシンカーを決め玉にした、変化球中心のピッチングで、ストレートの球速も、時速 140km 程度だったが、2006年からは、チェンジアップ、フォークボールの精度が向上したためシンカーをほとんど、投げなくなり、 よく2007年には封印した。2007年からはカットボールと縦スライダーを2008年からはスプリットフィンガーファストボールを習得し投げ始めた。他の投手が投げない新球の習得にも取り組んでおり2010年にはバディカーライルに教わったワンシームを日本人投手として初めて投げ始める。同年6月19日のオリックスバファローズ戦からは 時速 140km 台の高速チェンジアップを投げ始めた。高速チェンジアップの利点は直球に近い球速で曲がるため打者が直球と見分けがつきづらいこと、通常のチェンジアップに比べて請球がしやすい点があるという。さらに同年のオールスターゲームでは打者の手元で浮き上がるカットボールを投げ対戦した安倍晋之助は同級手をサイドとか アンダースローのようなふわっと浮くボールと説明した。カーブは球速の違う数種類のカーブを使い分けていたが、2011年にはカットボールの握りで投げる時速1 0 0トル前後の遅いカーブを投げた。2020年にはスプリームと過小した新変化球を考案。本人はスプリットとツーシームの間のような球です。 ブルペンでのストレートの球速は93から96マイルぐらいなんですがこの球は92から94マイルぐらい出ます。どれぐらい変化しているかというと4シームに比べ約18センチメートル落ちていて約10センチメートルシュートしている感じですと解説している。投球フォームはセットポジションからのスリークォーター。2011年には サイドスローやワインドアップからの投球も見せた。しかし本人曰く、もともとサイドスローなため、サイドの方が急速が出るとのこと。2016年のスプリングトレーニングでは、ノーワインドアップの投球も見せた。クイックは1.3秒台と盗塁阻止の意識は薄く、2011年の日本シリーズ第6戦の TBS テレビ中継で、 ゲスト解説を担当した際には、僕は一類から二類への盗塁は、走りたいならどうぞ、という感じ。走者が二類に進んでから力を入れて投げれば良い、警戒しすぎて打たれた方が、悔いが残ると語った。2008年には日本ハムでコーチを務めた、白井和幸から、非常に高いレベルにあるのは確かだが、細かいコントロールは、 当時の松坂の方がまだいいと評されていたほか、MLB のスカウトからはコントロールは平均以上である一方でコマンドは平均的弾数を減らす必要がある請球を良くすればティムリンスカムと肩を並べる存在となるコントロールは優れている最大の課題はコマンド20から80段階で50と評価されていた MLB のスカウトが 岩隈久志の請求力を評価した際に、コマンドと球を低めに集めるコントロールはダルビッシュより、ずっと上と比較対象にされたことがあり、ダルビッシュ自身も、ストライクゾーンには投げられるけど、コマンドは、もともとそれほど優れている方ではなかったし、あまり必要としていなかった。でも、こっちではどうしても欲しい技なので、どうやったら、上達するか考えながらやっていますと語っている。 カブス時代には、投資コーチのトミー・ホットビーの助言により、投球テンポを速くすることをやめることで請球が安定したことでよし球が激減した。前述のようにカットボールの投球割合を増やしたこともよし球の減少につながり、2020年のよし球率はメジャー移籍後最高の数値となる1.66を記録した。ダルビッシュ自身もアメリカに来てから、 多くのコーチができるだけ早く投げさせようとしてきましたが、僕にはうまくいかなかった。テンポを早くしようとすると、自分の投球に集中できなくなって、死球が多くなってしまうんですと語り、投球テンポの見直しにより、投球間隔は MLB ワーストとなる、平均30秒近い数字を記録するようになったが、配球や打者考察にも余裕が生まれた。 2014年6月30日調整のため、利き腕とは逆の左腕で、キャッチボールをする、ダルビッシュシャドウピッチングをして、フォームを固めることをしないなど、独自の調整法を採用している。これについて、日本ハムチーフトレーナーの中垣誠一郎は、体感的、もしくは体験的な時間や、空間的な位置を、本人の中の感覚で細かく調整できる。 内部感覚による身体運動の具現力が彼は非常に優れている。体全体を使って最後は腕を振るということではなく、体全体から生み出される力で自然に腕が振られているという感覚を彼は持っていると証言している。体の左右のバランスを取る目的で、利き腕ではない左腕でも60メートルほどのキャッチボールをしており、球速は130キロほどであるが、 変化球を投げることもできる。また、登録上は右打ちであるが、左打席で打撃を行うことも可能であり、実際に MLB でもアンダを放っている。フィールディングもよく、レンジャーズ移籍当初に監督を務めていた、ロンワシントンからは、バックハンド補給からのホームへの送球を称賛された。196センチメートルの長身に対して、手は小さく、腕も短いと、 自ら語っている。190センチメートルを超す長身ながら、50メートルを6秒フラットで走ることができるという。使用する用具については、2013年からアシックス社の製品を使用している。メジャー1年目の2012年シーズン終了後に、アシックスのスパイクの履き心地に惚れ込んだとされ、グローブはアシックスの A ではなく、ダルビッシュの D マークが入った。 特注品を使用している。週刊ベースボール実施の9回200人が選ぶ歴代投手ランキングでは1位に選出されている。2008年から2011年まで日本ハムの監督だった梨田正隆は野茂や淡谷などいい投手を何人も見てきたけど、あれだけ器用な投手はいないんじゃないかなと語っている。広岡達郎は、 ダルビッシュが投げているのを見ると、体に柔軟性はあるし、身体全体をバランスよく使っているから、ボールがピュッといく。これはやっぱりプロのピッチャーだなと思うねと述べている。2005年から2009年まで楽天の監督だった、野村克也は危険察知能力に優れ、スピードでも勝負できる本格派であり、緩球、内外、縦横の出し入れを自在に操る、技巧派。 つまり、ダルビッシュ有は、本格派であり、技巧派であると評している。サイヤング賞の投票では3度トップ10入りを果たし、2013年には、日本人過去最高の93ポイントを獲得。2020年には123ポイントを獲得した。2005年1月30日、地元大阪のホテルで行われた、励ます会に出席。その席で、 中学時代に所属したボーイズリーグオールハビキの2マイクロバス購入のため200万円を寄付した。2007年からは開発途上国への水の支援を行うため日本水フォーラムと協力してダルビッシュ有水基金を設立。公式戦で一勝するたびに10万円を日本水フォーラムに寄付している。2008年からは同じく一勝するたびに生まれ育った。 大阪府羽び野市に10万円の寄付を行っている。子供の福祉に役立ててほしいとの希望で、市は同年5月にダルビッシュ有子供福祉基金を設立した。この子供福祉基金の一部を活用して、大阪府羽び野市立中央図書館内に野球をはじめスポーツ関連の書籍31冊を集めたダルビッシュ有文庫が2009年12月18日、 解説された。また、ダルビッシュから、故郷への恩返しのため、グラウンドの建設費用を出したいとの申し出により、大阪府羽び野市が、ダルビッシュからの寄付金をもとに、公式野球専用グラウンドを整備し、2013年度内の完成を目指すことを2010年発表した。公式野球場建設の費用については、ダルビッシュ側と今後協議を進めていくという。 2010年、家畜伝染病、皇帝液の被害を受けた、最古の実家がある、宮崎県の畜産農家に対し、5月下旬に300万円の、義援金を送った。さらに6月19日の当番から、1アウトごとに3万円を、社会福祉法人宮崎県共同募金会へ寄付する、ことを発表し、合計981万円を寄付した。これらの活動が評価され、 2010年度、ゴールデンスピリット賞が贈られることが決定した。2011年には、3月11日に発生した、東日本大震災の義援金として、日本赤十字社を通じ5000万円を寄付した。2013年10月16日、ジャッキー・ロビンソン財団に4万2000ドルを寄付した。2014年9月、犬の里親探しに取り組むアメリカ合衆国の、 ボランティア組織、PET コネクトレスキューに2万7千ドルを寄付したことが報じられた。2018年9月18日、北海道胆振リ東部地震の復興支援を目的として、日本ハムに1000万円を帰宅したことが、球団から発表された。NPBMLB、NPB、MLB2 さん、ありがとうございます。